ヨハン・エークマンによる、アセびのスケッチ。アセびは、筒ツ子ツかアセび族に属する、常緑性の低木である。本州、四国、九州に自生し、干渉用に植栽もされる場合もある。アシビ、び、セぼとも呼ばれる。アシびの名は、馬が葉を食べれば、毒に当たり、余いがごとくにふらつくようになる、木というところからついた名前だとされる。樹高は1.5メートルから4メートルほどである。 上緑樹であり、葉は楕円形で、深緑、表面に、艶があり、枝先に、束製する。早春になると枝先20センチメートルほどの、副層状の果樹を垂らし、多くの白い壺状の花を咲かせる。湯水は10本で、2個の角を持ち毛深い。なお、園芸品種には、ピンクの花をつけるあけぼのあせびなどがある。果実は、扇球状になる。あせびは、 日本列島の本州、四国、九州の産地に自生する、やや乾燥した環境を好む、有毒植物であり、歯に限らず、全体に有毒成分が含有される。このため、多くの草食動物は汗びを食べるのを避け、食べ残される。そのため、草食動物の多い地域では、この木が目立って多く生育している場合がある。このため汗びが不自然なほど多い地域は、 装飾獣による食害が多いことを疑うこともできる。例えば、奈良公園では、日本自家が他の木を食べ、この木を食べないため、汗びが相対的に多く見られる。汗びは、日本で庭園の木、公園の木として植栽される場合がある他に、花を咲かせる盆栽としても利用される。また、汗びが有毒植物であることを利用し、その葉を煎じて殺虫剤として利用される。 古くは、葉のン汁が白み、うじ、菜園の虫退治に用いられた。そこで、汗ビの殺虫効果を自然農薬として利用する試みもなされている。汗ビの有毒成分として、グラヤノトキシンアイ、アセボプルプリン、アセボイン、アンドロメドトキシンが挙げられる。中毒症状は、血圧低下、腹痛、下痢、嘔吐、呼吸麻痺、神経麻痺が挙げられる。なお、 日本ジカが寄避する植物であるため、鹿の生息密度が高く食害を受けやすい森林では、アセビをしきみなど共に混食する試みが行われた事例もある。ヒマラヤアセビやセビ属は、ツツジカの属の一つである。世界に約10種が存在する。ありがとうございます。